どうもおはようございます。6月30日。今月も今日で終わりです。朝6時の相場解説です。えー、まず、冷やしを見ていただいておりますけども、カンガルルの話をしましたよね。エリオット波動に似た形、1、2、3、4波、5波と来て、で、調整波が入りました。で、そうすると、ここを抜けていく新しい、えー、エリオット波動、1、2、3、4、 5波ときますエリオット波動ではないですけどもエリオット波動のあまあ陰を踏んでいるってことですよねそうすると今度はここでね調整波が入ってここを抜けていく形が今度できるわけですよつまりは137円に向かうための136円500あたりのポイントですよねはいで137円を昨日は待っていたということだったんですけども結局達成しましたよね で、137円で、利確をする方が結構多かったんで、今は、ちょっとだけね、値段が下がっている、落ち着いているところなんで、まさに冷やしで、ここにね、青い陰線が今、出かけてますけども、瞬間的にちょっと落ちるのはあるんじゃないかなと思います。ただし、見てください、ここ。ここですよ。ね。三平でしょ赤三平。赤三平で、下髭が出てるわけですよ。上髭はほとんど出てないでしょ。つまりは、これは、 上に行きますよっていうことを暗示しています。プラス全体的なトレンド。ね、結局上でしょ右肩上がりでしょこれが冷やしの現実ですので、まあここを基準に考えていけばいいと思います。じゃあ4時間です。はい、ちなみに昨日137円付近で利益決済できた方、どのぐらいいらっしゃいますかねちょっと夜勤になったと思いますけども、とりあえず損が出てる方は珍しいと思います。珍しいです。ダメってわけじゃないですよ。 損が出るにはそれなりの根拠と振り返ってなんでそうだったのかっていうふうな次回の教訓が残りますからね。問題なのは何回も言いますけども目先にいくら勝った勝ったって受け、受かれるんじゃなくて負けた負けたっていうふうにね、あの、凹むんじゃなくってどこにその原因があったのかな次にはどう生かせるのかなっていうふうに一回のトレードで一回分進化することなんですよ一回のトレードで一回分儲けるってことじゃないんですよそれはまだ先のことですで、儲けられるようになったら一生儲かりますから 問題ないんですよ逆にね今日設けられたけどもなぜか次の日からずっと儲かんなくなっちゃったの方が問題でしょだからテクニカルをちゃんとやっていきましょうってことになりますじゃあこの4時間足なんですけども全体的な、ね、チャンネルラインがこんな感じで動いてるのはお話した通りですで4時間で考えなければならないのがこちらのポイントですよここをね超えてるわけですよまずはここ で、それから137円に一瞬足しました。137円ね。大体この辺だと思いますけどもね。で、髭をつけてちょっと落ちちゃいましたけども、多少のね、調整はあると思いますけども、これは結局超えていくようになるというふうに、このチャート全材像とあ、あの、マルチタイムフレーム分析で、えー、確認できるのは何回も申し上げた通りです。じゃあ、一日足いきますよ。もういいですよね。 一日足昨日はこの辺りで行ってみればまたねセカンダリートレンドを思い出した方いるんじゃないですかこのセカンダリートレンドがあってこういう風に抜けました急角度をつけました天井に残っていきましたそして調整しながら下に落ちてセンスのいい方はこのヒゲに気づいたと思います陰線4線が横並びでしかも下ヒゲを大きく出しているもちろん上ヒゲも 要線の方は出してますけども、次の瞬間、それを打ち消すように要線が出てきました。じゃあ次には大きな資金が入るでしょう。しかも、この大きな資金の流れる根拠としては、ここの水準があるわけですよ。ここの水準のことをちょっと消していますよ。はい。ここですよ。ネックラインがここですよ。ね。わかるでしょここから、セカンダリートレンドに入ってるわけですから、じゃあセカンダリートレンド抜けたところ、まさに、 同じポイントでバツンとブレイクして資金の流入が起きることはもう何回も何回も言った通りですここでもそれが出てくるわけですよじゃあここから資金が入るわけですから137円水曜日のうちに137円を期待するというふうに朝の放送で申し上げましたけどもその後ずっと放送してないでしょだから混乱するからしてなかったんですけども特に言うこともなかったんでねまんまと137円いったわけじゃないですか これはね必ずしも私が、ね、予想した通りになったからすごいでしょってことだけではないんですけどもテクニカルってこういうことなんですよ137円ぐらいはいくだろうなと思ったら137円いってしかも137円を期待してた人が一気に威嚇するんで値段が瞬間的に落ちるんですよねプラスあプラスですよこの辺りで入っちゃった人ってのはロスカットを食らうんですよ もちろん、資金の少ない人が、たくさんここでロスカットを食らいました。資金の少ない人がですよ。で、そのロスカットに、利益決済が巻き込まれて、いろんな人がここで資金を失う。それが、大きな137円を狙っていた人の、私たちのね、利確になるわけじゃないですか。で、それが落ち着いたのが、ここですよ。今はちょっとね、えっ、ー、と、バランスしてますけどね、うん。で、ここまでの流れ、復習できたでしょうか。じゃあ、これからのこと申し上げますけども、 買買いいしかありません相変わらず買いですもうね何ヶ月私はね買いって言ってるんでしょうかそれ以外言うことないのかよってじですけどもだってテクニカル的に買いのサインしか出てないんだもんどう考えてもねそうでしょうだからドル円の逆に言って円ドルの人ってのは売りばっかりで取ってると思いますよただし今日は月末なんですよ6月30日と7月1日は思っても見ないような資金の動きがありますんでご用心ください特に月月末と月初っていうのは 新しいだからね月のエントリーする人が出てくるんですよこのお月末と月初ってそういう発想ってあまりお持ちじゃないと思いますけどもじゃあ6月30日に今月のポジションを全部決済しようかなっていう人はいるわけですよで月単位の決済ですから結構資金は大きいですそういうのがあるから6月30日と7月1日っていうこういった月末と月初って私はトレードを基本的にはしないですね ですので、す皆さんにもそのおっころ積もりをしてもらいながら今日明日を過ごしていただきたいと思います基本的には積極的にトレードをすることをお勧めしておりませんただし仮説そして相場解説はさせてもらいます以上ですね、えー、ちょっと用心のいる1日2日ですよってことをお知らせしながらの今日の相場解説でした以上ですありがとうございました